こちらソニーの α55、このカメラなんとフル HD ムービー、そう動画も撮ることができるんです。こういうカメラだからこそ、撮れる映像っていうのもあります。ではちょっと早速撮ってみましょう。動画の撮り方は非常に簡単。こちらのムービーボタン、これを押すだけです。では早速撮影してみましょう。今回の被写体は、以前ハワイで買ったなんかの人形です。ではポチッと、はい、動画が撮影されております。このようにズームレンズであれば、拡大してこのように見ることができるんですけど、やはり見ると分かりますね。この一眼だから、背景がぼやけて見える。まあ、このような、映画とかでよくあるような背景のボケ見とかを楽しめる動画が撮影できるようになっております。そして後ろの方にピント合わせるとこう、こうですね。後ろの方にピント合わせると逆に手前のお人形さんがぼやけると、そして背面の壁に合わせると両方ぼやける。そう、このようなことができるんです。ただ弱点としてこのレンズによって違うんですけども、このフォーカス合わせる時のこの音がうるせえ、ウィーという音がどうしても撮影音に入ってしまいます。これは何か外付けのマイクで、軽減することができるらしいんですが、まだ購入はしておりません。私がいつも使っているのはソニーのビデオカメラ CX500。 ちょっと左右で、どんな映像の違いがあるのか試してみましょう。今手持ちでお互いに撮影しております。どう見えてるでしょうか。やはりちょっと一眼レフと変わりがありますよね。後ろのぼやけ具合とか。でもやはりそのビデオカメラなりに動きが滑らかっていうのもありますね。やはりどうしても一眼レフだと、ちょっとカクカクしたような感じとか、その手ブレ補正にはやはりそのビデオカメラにはかなわない部分もちょっとあるかもしれません。せっかくなのでこの α55 で撮った動画の世界お見せします。今日外はちょっと雨模様で、ちょっと残念な天気ですけども、まあちょっとした参考にはなるかと思います。ではどうぞご覧ください。被写体がこのように私という時でもこんな感じで、まあ綺麗に人物がこうより注目されるように撮れますね。室内ではこんな感じでピントが合います。まあ早いんじゃないでしょうか。こう手前のものと結構奥のもの、意外にピント合うのが早いです。こういった明るい環境であればものすごく早くピント合わせることができます。ではいつチャレンジ、これと背景もう一瞬ですね。一瞬でこのようにピントを合わせることができます。一つ α55 で動画を撮る時の注意点、こちら本体の方で手ブレ補正オンにすると、ものすごくここの方で熱を持ってしまいます。すると、途中で動画が遮断されてしまうんですね。これ、寒い時とか暑い時、よく、差があるんですけども、夏場だとまあ1分ぐらいでその遮断されることもあるようです。なのでこの動画の撮影、本当10秒から1分ぐらいだったらいいんですけども、10分20分、そんだけ長い時はビデオカメラで撮影した方がいいです。結婚式とか、そういう時にこれだけで動画を賄おうと思ったらこれはやめといた方がいい。やっぱりその時はビデオカメラで撮影してください。こんな感じで
表示が出るわけですね。ではではちょっとさっきわざと温めておいたんですけども、パネルが冷えないとこの動画を撮影することができません。三脚であればもっと手ブレ補正オフにできるのでもっと撮影時間は増えるんですけども、お、変なマークが出てきました。この変な音符マークっていうかオレンジ色のやつが危険マークです。もうそろそろするとシャットダウンのあれが出てきますよ。お、しばらく使用できません。カメラの温度が下がるまでお待ちください。あー、なっちゃいました。長時間動画の撮影ができないなどのデメリットももちろんございますが、やはりその映像が何よりかっこいいですよ。これやっぱりこのピントを合わせる、やっぱこれ一眼ならではの映像だと思いますね。あと、ビデオカメラをわざわざ持っていかなくても、このちょっとした動画こういうのを撮りたい時にこれ1個あればとりあえずは撮影できるっていうのもいいとこです。荷物が少なくて済みますし、なんていうんですかね、決定的瞬間とか、まあ重量1分、まあ、2分3分も大丈夫でしょう。そういうのはまた撮影できるので、これの動画機能、まあちょっとおまけ程度で考えた方がいいかもしれませんが、なかなか使えます。まあもちろんこの写真機能が軸ですから、こちら申し分ないですね。以上、α55 の動画紹介でした。